どうも皆さんこんにちは、ケンジです。本日は VIVANT 2020年 AW 第2弾ラインナップ発表ということで、VIVANT のですね、秋冬の新作がついにですね、9月11日の金曜日にですね、リリースされるんですね。で、そうした中で第2弾もものすごくクオリティが高いのもかかわらず、価格は抑えられて、秋冬に間違いない、そして今年のトレンド、もう絶妙にうまくついたアイテムが、もう目白押しなので、今日は、一体何のアイテムが出るのか、どのようなヤバさが存在するのか、ぜひですね、今回目次が振ってあります。ぜひですね、その目次に合わせてですね、ご覧いただければなというふうに思います。じゃあ早速、行ってみよう。はい、ということで本日はソドタウンで大変ご好評いただいているベーシックでありながらトレンドをうまくついて価格はプチプライスで展開しているウィムバイリゾムのアイテムを今日はご紹介したいと思います。ということでですね、こちらウィムなんですが、前回のですねリリースで大変ありがたいことにわずか1時間で1万人以上の方にお買い求めいただき、速乾するアイテムばかりでございました。ありがとうございます。で、翌日のランキングはメンズレディース問わず全体のランキングにおいてですね、上位をですねありがたくも飾らせていただいたブランドでございます。ぜひですね、アイテム届いた方、パーカーとかロンティーとかですね届いた方もいらっしゃると思うので、ぜひ下のコメント欄で感想お待ちしております。ということで全ラインナップ紹介なのでサクサクといきたいと思います。ということで、まずはじめですね、こちらヴィンテージ感がありながらかなり上品なですねチェックシャツを皆さんにご紹介したいと思います。こちらですね、2色展開でブラウンとベージュの展開となっております。でですね、こちらのアイテムですね、本機ですねウィムからリリースされる唯一のですね柄のアイテムとなっております。ですので、ブルゾンだったりとかさらにはセットアップの下なんかにもこう差し込むとですね、非常にこの無地だけではなくて柄と掛け合わせたオリジナリティあふれるコーディネートの手助けになってくれるようなアイテムとなっております。でですね、こちらのアイテムの説明になるんですが、こちらですねチェック柄と色味に相当のこだわりを持っていまして、というのも柄に関してなんですが、ヴィンテージのチェックをですねモチーフにしているんですが、そこでですね、まあ、フレギチックな雰囲気にならないようにですね、色味に関してはトレンド感をふんだんに感じられるような絶妙な色味をですね意識して作りました。さらにですね、どちらもですね今季トレンドのペールトーンとの掛け合わせもものすごく相性のいいようにですね、まあ、特にこうブラウンの方に関してなんですが、色が深すぎるブラウンとかだとペールトーンの掛け合わせとかもちょっと難しくなってしまうので、そちらのですねペールトーンなどの相性も良くするためにグレイッシュなブラウンにしたのが大きな特徴でございます。かなりいい色味ですよね。はい、ということで来ました、いかがでしょうか。サイジングはですね非常にゆったりと思っていて、今年のですねトレンドのよりオーバーなサイジングのトレンドにですね合わせて制作をしました。非常にインナーとして合わせないと同時に、これを1枚でですねこの非常に綺麗なアームが誕生するのもめちゃくちゃ好きなんですよ。で、さらにですね天然素材かのようなですね肌触りがあるですねこちらの素材感なんですけど、こちらですねなんとフィリム独自で作っちゃったんですね。というのも、まあ、ポリエステルとレイヨンのコンボされた素材なんですけども、ドレープ感を残しながらシワになりにくい素材感なので、非常に数多くの方にですねご満足していただけるようなアイテムなんじゃないかなと思います。で、さらに6本の糸からなるですねチェック柄はですね非常に奥深さもあって非常におしゃれな柄になっております。で、こちらですね M サイズ L サイズ展開で価格が5000円でございます。これだけ素材シルエットデザインにこだわっていきながらかなり安くですねお買い求めできますので、ぜひですね9月11日金曜日お見逃しないようよろしくお願いいたします。で、次にですねこちらニットベストご紹介したいと思います。これがまあお気に入りなんですよ。こちらね映像を見ていただければ分かると思うんですが、非常に綺麗なシルエットで作り上げました。で、シャツの上から合わせてもいい非常にこう着回し豊かなアイテムとなっております。で、さらにですねニットベストはですね今偶然のトレンドアイテムで、もうすでにね数多くの方々が落とし込んでいると思うんですが、レディースの方ですね今年の秋冬からさらにベストのトレンドが流行るんですね。なのでよりこう女子受けのいい、アイテムに格上げされました。ですので、シャツ1枚だと物足りないんだよなとか、ロンティ1枚だと物足りないんだよなって方はですね、ぜひですねこちらのアイテム、ブラウン、ベージュ、そしてグレーの3色展開でございます。ぜひですねこちらのアイテムも同様に9月11日の金曜日にリリースされますので、ぜひお見逃しないようよろしくお願いいたします。はい、ということで来てみました、いかがでしょうか。めちゃくちゃいいでしょ。で、まあ、基本的にはニットベスト、まあ、大きな違いっていうのはパッと見の印象は作り出しづらいのはあるんですが、それでもですね細かな違いがあることによってウィム独自のニットベストが完成してるんですね。というのもなぜこの良さが出てるのかというと、ニットベストであればこのスリーブのところにですねリブをつけているんですが、これをあえてリブをなくしてみました。で、そうすることによって肩の部分が非常に
スッキリするんですよね。非常にこう数多くいろんなブランドさんで見かけるからこそですね、大胆にこのリブをなくす違いだったりとか、さらには使ってる糸がですね、非常にこうメランジ調になるようなトップ紙を使っていることによって、非常に奥行きのある上品な表情に仕上がっているのも、このウィム独自のニットベストの特徴なんですね。なんで、ベーシックなアイテムだからこそですね、非常にこだわりを尽くしたアイテムでございます。あとは、ニットベストの良さとしてあるのが、シャツやロンティーがレイヤードできるところも良さの一つとしてあるんですね。なので、コットンの中にポリエステルを混ぜることによって、しっかりとした編み地の中にですね、重くなりすぎないパリ感のある素材感で、めちゃくちゃ着心地もいいんですね。なので、非常にこう肩にストンとこう落ちてくれるような、非常にこう落ち感のあるニットベストが完成しています。いかがでしょうか。若干数も少ないので、狙っている方はお早めの検討をお勧めいたします。単価なんと3500円でございます。めちゃくちゃ安いよね。ぜひこちらに関しても今月の11日金曜日にリリースされますので、ぜひお願いしないようよろしくお願いいたします。で、次にですね、こちらのミナノリブヘビーウェイトプルオーバーニットについてご紹介したいと思います。で、こちらの素材とシルエットに関しては、後ほどね、本当に好きなんでご紹介するんですが、まずですね、コンセプトだったりとか、エピソードについてお話をしていきたいんですが、というのもですね、ウィムバイリドムのファーストラインのリドムというブランドがあるんですが、そのリドムがですね、スタート時からやっていた定番のミナノリブニットなんですね。で、大変ありがたいことに、かなりですね、ご好評いただいたアイテムでですね、今ですね、リドムで作っているニットに関しては、非常にですね、デザイン性の高いニットになっているので、まあ、今後もですね、よりこう、ファッション感度少し高めのニットをリリースするんですけども、まあ、そうした中で、もっと多くの方にですね、このミナノリブニットの良さを知っていただきたいという気持ちからですね、今季、ウィムから新しいミナノリブニットにアップデートを重ねて、4色展開でリリースした次第でございます。めちゃくちゃいいんですよ、これが。というのも先ほども言いました通り、今年の気分に合わせてですね、素材や、さらに色味に関してはアップデートをしています。僕がですね、リドムを始めた当初から展開しているアイテムなので、非常に思い出のあるアイテムですし、今回のラインナップの中でも特にですね、おすすめ度が高いアイテムとなっております。はい、ということで、こちらですね、スウェット感覚で着られるニットなんですよ。非常に綺麗な風合いになっていませんか。このようなですね、見え感になっているのはですね、非常にいくつも理由があるんですが、順々に説明していくとですね、というのもこちら、玄関の土木で編み上げた、非常にこう柔らかい風合いの映像になっていると思うんですが、触り心地非常にガッシリとした表情感が特徴のヘビーウェイトのニットなんですね。で、そこにですね、オーバーサイズの非常にこうゆったりとしたサイズ感に、さらにこう、素材にですね、ポリエステルをですね、混合していることによって、非常に張りがありつつ柔らかい質感になっているんですね。で、さらにですね、リドムの時からそうなんですが、裾の部分にリブを作らないことによって、非常にストンと落ちてくれるんですね。それが好きなんですよ。これがですね、かなり多くの方にですね、おすすめできるポイントでございまして、リブがないとですね、非常にこう数多くのアウターや、数多くのパンツとの相性が良くなるんですね。で、さらに、リブがあって、キュッと締まってるニットも可愛いし、そのファッション的にはこう面白さもあるんですが、どうしてもですね、体型を拾ってしまうので、リブを作らずストンと落ちる方が、よりですね、身長とかを選ばずに、数多くの方にですね、着ていただけるような、そんなデザインになっているんですよ。で、さらにサイドにはスリットが入っているので、ポケットに非常にこうアジャストしやすいのと、さらにはレイヤード、重ね着の部分が非常に綺麗に見えるので、ものすごくおすすめなんですよ。ですので、素材感、さらには色味、シルエット、デザイン、そして僕の個人的な思い出のあるアイテムっていうところで、非常におすすめができるアイテムなんですが、なんと、価格が4000円でございます。めっちゃ、これ安、こんな安くていいのっていう話になってきますよね。マジで。4000円ですよ。めちゃくちゃ安いと思います。ぜひですね、おすすめの色の順番とすれば、まず間違いなのはホワイトですね。着回しが十分なので、ぜひホワイトゲットしていただいて、その後に、まあ、今年の、トレンド色のブラウンだったり、さらには、パーカーのブラウンの色味かなり近いんですけど、かなりですね、トレンドの色味がついた非常におすすめなカラーでございます。これいいよね。というのと、さらには、ちょっとね、変化をつけたい方なんかには、暖色のですね、アウターとの相性がいいですね。こちらのオレンジも非常におすすめなカラーとなっております。ぜひですねお好きなカラー9月11日選んでみてください。はい、で次に姉妹でも様になるタートルネックニットをご紹介したいと思います。こちらですね、ベージュ、ブラウン、そしてこちらのチャコールの3色展開でございます。で、間違いないのはですね、今年のトレンドカラーのベージュのニットがですね、間違いないかと思います。で、冬のファッションでめちゃくちゃ重要なのは、夏で言うとどちらかというとこう腰元でどれだけこうレイヤードするかとかタックインするかとか大事になってくるんだけども、冬のコーディネートに重要になってくるのが首元なんですね。首元でいかに変化をつけるかっていうところで、例えばこちらのコーディネートのようにコート
の下にですねタートルネックを掛け合わせたコーディネートだったりとか、非常にこう首元を温かく保温してくれるだけではなくて、コーディネートにですねアクセントとなってくれるんですね。なのでめちゃくちゃ重要アイテムでございます。はい、ということで僕はですね今 175cm で M サイズ着用してるんですが、リブが閉まってないことによって非常にゆったりとしたサイズングで着ることができています。例えばなんですが、このようにですねアウターの中に差し込むだけで、こうサイドから見た時とか後ろから見た時なんかね、もう非常にですね大人の上品なコーディネートに格上げするんですね。なのでみんなやっぱりクルーネックとか、あとプルオーバーのタイプを最初選んで、タートルネックの優先順位とかやっぱり2番目になるので、その分ですね着こなしの変化だったりとか差別化が生まれてめちゃくちゃかっこよくなるんですね。でさらにですね、先ほどのニットの時に触れなかったんですが、これねポリエステルが入っていったんですが、よくなんかポリエステル入っていてなんかチクチクするんじゃないのっていう方も中にいると思うんですが、これ直接肌に着ても全く違和感がない、なんなら気持ちいいぐらいに非常に柔らかく肌触りのいい素材になってるんですね。ぜひですねこちらのアイテムに関しては価格が4,500円と非常にお買い求めしやすいと思いますので、ぜひですね9月11日金曜日にリリースされますので、ぜひお見逃しないようよろしくお願いします。で最後にご紹介するのが、僕が今着ているシルエット着心地素材感を究極に追求したコーデュロイのセットアップ、皆さんにご紹介していきたいと思います。驚きの価格なのでぜひ、ね、最後までご覧いただきたいんですが、こちらですね秋冬のキーワードとなります1つセットアップ、2つ目コーデュロイ、この2つのキーワードが掛け算されたトレンドど真ん中のアイテムをですね作っちゃったんですね。まあ、普通の世間一般的な、まあ、コーデュロイのアイテムといったら、まあ、コットン 100% で作るところが一般的ではあるんですが、それだとですねどうしてもカジュアル感がですね強くなってしまうんですね。なのでやっぱりですね僕の好きな素材の中でもクレームの要素をですね入れたいので、普通はですね、まあ、手間がかかってしまってやらないんですが、コーデュロイの素材にですねレーヨンを混合した素材を作っちゃったんですね。ですので今ですねご覧いただいている映像のようにですねコットンにはないですね光沢感が詰め込まれているのもこちらのコーデュロイセットアップの特徴なんですよ。さらにですねこだわっているのがコーデュロイの非常に大きな特徴でもあるうねの太さでございます。というのもこのうねの太さでよってもカジュアルな風合いかきれいめな風合いか変わってくるんですね。太いと非常にカジュアルな風合いになるし、細いと非常にきれいめな風合いになるんですよ。で、そうした中でこちらのコーデュロイセットアップは太すぎず細すぎず、かなり絶妙にやりすぎてない、僕らがかっこよくおしゃれに着回せるぐらいに絶妙な上品の細さの 11mm なんですよ。ですので今年のトレンドとか今年に合わせた腕の太さで考えた時に、この太さが一番いいと自信持っている。で、さらにですね説明しきれてない部分で言うとですね、こちらのミラノリブニットの着丈にも非常にこう絶妙にこうレイヤードができるようなですね着丈にしました。ですのでぜひセットで合わせていただければ、後ろから見た時にちょろっとだけですねニットが出るようなサイズ感にもなっていますとか、非常に肩がですね綺麗に落ちているので、コーデュロイでジャストのサイズ感だとちょっとねやりすぎな風合いになっちゃうんだけど、少しだけ肩を落としています。でさらにですねこちらのコーデュロイのセットアップを深掘りしていきたいんですけども、ジャケットのセットアップといったらカッチリとしたイメージがあるからこそ、リラックス感を加え普段使いできるようにですね消化させたのがこちらのセットアップでございます。さらにですねポケットをですね斜めに設定することによって、ボックスカットでありながらもですねウエスト部分を非常にこうシャープに見せる効果があります。であとはボタンをですねよりちょっと小ぶりにすることによって、コーデュロイ素材でありながらもカジュアルな風合いになりすぎないように小ぶりに設定しているのもこちらのジャケットの魅力となっております。でさらにこれセットアップでですね買ったら同時についてくるアイテムで、パンツはパンツで単体で様々な着回しに使えちゃうんですけども、こちらのパンツはですねジャケットのシルエットに合わせて2タックで作ってるんですね。2タック入れることによってゆとりを持たせたシルエットになっています。ですのでウエストから裾にかけて非常に綺麗なテーパードが効いているので、こうパンツ単体でも非常にこう多くの方々にいろんなスタイリングで着回せるようなですね究極なパンツとなっています。ですのでパンツ単体としても魅力的なアイテムにもかかわらず、なんとセットアップで9000円なんです。ジャケットだけが9000円でもないし、パンツだけが9000円でもなく、上下合わせて9000円なんです。やばいよね。でさらに色味なんですが、これもまた非常にトレンド色の、先ほどまで着ていたこちらのベージュ、こちら間違いないカラーでございます。でさらに僕が今着ているチャコール、そしてファッション感度が高い方ならもうねこれ結構人気殺到しそうなんですが、ライトグリーン、これ
これやばいよね。かなり気に入ってます。さらにですね、これも非常にこうドメスティックでリリースしそうなトレンド色、ライトベージュですね。これも間違いないカラーですね。今年に関して言うと深いブラウンは例年通り流行ってるんですが、明るいベージュもですね、トレンド色なので、ぜひですね皆さんのお好きなカラーをですねじっくり悩んでいただいて、9月11日金曜日にですねリリースされますので、ぜひトレンドの2つが掛け合わさったこちらのアイテム見逃しないようよろしくお願いいたします。で、さらにこちらのコーデュロイセットアップ SMS サイズ展開でございます。ですので、あくまで参考に聞いていただきたいんですが、身長が 170cm までの方は S サイズ、171から175の方は M サイズで、身長が 176cm 以上の方は L サイズをぜひ選んでみてください。ということで本日はですね、リムの秋冬の新作を一気にご紹介しました。もうチェックシャツからニットからもうセットアップまで、もうどれもですね間違いないアイテムですので、ぜひですね9月11日金曜日ここよりお待ちしております。で、下のコメント欄で何かわからないことあればですね、コメント返信をしておりますので、ぜひですね感想と同時にアイテム質問もしていただければなというふうに思います。では、今回の動画少しでも参考になったらいいなと思っていただけたら、ぜひねコメントとさらにはチャンネル登録などよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、ケンジの動画でした。ありがとうございました。